んにちは。どうも。AKB48 チーム B の富山県出身ハルピョンこと橋本春奈です。やっほー。ということで今日はですね、配信を昼間に始めたんですけど、ちょっとあと3束あとこんだけなの。でもすごい、あと何枚だっけな、25、25、15ということで、あとまあ65枚、私のノルマは残り65枚なんですけれども、まあ、こちらをねちょっと進めないとやばいぞということで、こちらをこのお昼の間に書いていきたいと思います。イエイ。まあでも締め切りまではあと 4,5 日あるので、4日ぐらいかな、あるので、そんななんていうんだ、ちょっとずつやれば全然終わる。あと60枚だから4日ぐらいだから、まあ20枚ずつぐらいやれば終わるんですけど、ちょっとね今日はレッスン場に行ってもレッスン場が使えないということで、レッスンはねこの後あるんですけど、レッスン場に行ってもレッスン場がそうレッスンで使えないということで、ちょっと振り起こしは振り起こしでまた別の時間に、やれよって感じなんですけど、本当になんかもうやる気が全然起きない。振り起こしやばい。レッスン受けた曲もやばいのに、そう、まあでもこう言ってはいますけど、ちゃんと投資までにはやる女なんで、はい、ちゃんと頑張るんですけど、声はねちょっとずつ出るようにはなってるんですけど、まだなんか咳が出るのと完治 100% 完治ではないうん、って感じですね。1週間喉悪い、最悪。今めっちゃ眠くて、そう、もうなんかちょうどいいお昼寝タイムみたいな感じの、気温とか的にもちょうどいいじゃないですか今日多分。最高でしょ。ただここで寝ると本当に何もしない女になるぞと思って、そう、それはちょっとやばいから、もう何連勤中だろうって感じ今しかも結構ハードな連勤ですよね。静岡、福井、公園結構ハードな、だからこの間のチーム B 公演が、まあ、1回になっちゃった時あったじゃん、10月1日、あれがもし2回公演だったら
もう私は今頃倒れてた。そう。あの日吉田さんの生誕祭に、あ、生誕祭じゃない、卒業公演になって延期でね、なっちゃったんですけど、ちょっと本当に良かった。連日レッスンです。今日もね、本当朝から、なんかいつも朝からレッスンがあって、だいたい6時とか7時台に起きてるんですけど、そう、全然今日レッスンないのに7時台に起きてウィバースしたと思うんだけど、そう、本当そんな感じで、とりあえず今日やること やってちょっと、そう、ずっと溜まってた、いろいろやらなきゃいけないことやって、本当はね、昨日いただいたファンの方からの、あ、違う、おとついか、おとつい開封したファンの方からのプレゼントとかも、ちょっとここにまだ詰まっ、なんていうの、溜まってる。もうなんかね、ダメだって感じ。忙しさを実感してます。でも、もっと自分より忙しい人はいるんだぞっていうのは、もちろん頭の片隅に置きつつなんですけど、そう、もちろんそれは頭の片隅に置いてますよ。お前よりも忙しい人はいるぞと。そう、でもやっぱ人それぞれできるレベルっていうものがありますから。はい、あとそれぞれやってる仕事も違うのでね、移動が一番疲れるね、正直。そう、だからほんとどこでもドア必須って感じ。必須っていうか、どこでもドア欲しいなって感じ。そう、移動が一番疲れた。あと私は人が多いのがすごく苦手なんですよ。そう、すごく苦手なんですけど、昨日も多分金曜日の夜だったんだね、昨日って、知らなかったんだけど。そう、配信終わった後、なんかすごいザ酔っ払いみたいな人がいっぱいいて、ちょっと疲れました。うん、よし、25枚サイン書いた。全部サインだけ先書こう。65枚全部サインだけ書きます。
やばい、危ね。外カメにしちゃった。待って、今何時？あ、私って待って、あ、やばい、あとちょっとで出なきゃ。あと10分ぐらいで出、やばい、レッスンがあるんですけど。待って、1時間勘違いしてた。めっちゃのんびりサイン書いてたけど、よかった気づいて。夜はねできる、多分配信普通にできるから。夜またやるね、ごめん急に。危な、あと10分だった。普通に今12時ぐらいだと思ってた。のんびりご飯食べてたんですよさっきまで。すごい、めっちゃ、待って、違う、合ってる、ちょっとメール確認するね。あ、ですです、やばい、危な、今びっくりした。あと10分あるから全然余裕なんですけど。多分夜配信できるので安心してください。また夜。やば。死ぬ、死にはしない、申し訳ない。よかった気づいて。それでは夜レッスン頑張る。大丈夫、10分あれば出れるから私。うん、レッスンしかないから、むしろメイク道具とかも何も持っていかなくていいので、もう本当にもう最悪体一つあれば踊れるから、どんな服装で行ったとしても全然平気なので。ありがとう、行ってきます。またね、バイバイ、いってき、いってら、 See you。